どうもマックス鈴木です。本日はこちら、コンビニのおにぎり編でございます。忙しい現代、みんな自分の時間を切り売りしてお金を稼いでおります。そんな時間を1秒でも無駄にしたくないと思ったことはありませんか？いただきます。 YouTuber さんの記録はかの有名な水溜りボンドのトミーさんが3秒台と、はい、僕も先ほど動画を拝見させていただきました。超えれるように頑張ります。いきます。はい、24秒です。ありがとうございました。なんだよ。昨日中目黒のラム肉屋さんでテレビのロケをしたんですが、 AD さんが多分僕の元カノでした。現代人は時間がない、そう、時間がない時の食事はエナジー10秒チャージ、エネルギーだが、しかし10秒も時間がないというあなたに、私が今からもっと早く飲む方法をお伝えしたいと思います。テーマは感謝です。合唱。ありがとうございました。ダメじゃん。ホットドッグは好きですか？僕は普通です。はい。それでは現代人に向けたホットドッグの食べ方講座マックス鈴木編をお送りしたいと思います。本日用意したのはこちら5個。これをいかに無駄なく、そして早く食べるか、はい、今からそれをお見せしたいと思います。私1980年の10月27日、東京都の板橋区というところに生まれまして、おぎゃおぎゃと今まで来たわけですね。はい、いきます。いや久々だな。場所を変えます。久々すぎて忘れてました。僕が食べるのは左手でした。これちなみに本番だとほぼほぼね、飲む水っていうのはね、バンタビは使わないんですよ。ダンプしちゃうんで。いやー、なんかこの感じ久々だな。めちゃくちゃ久々。なんか俺ちょっと蘇ってきた、いろいろ。あ、すっげー久しぶり。いきます。これ用意スタートって言ってもらってもいい？じゃあうん。
正式のタイムは編集で出しますので58秒に始めます久々にやったね。なんかまだホットドッグやりたくなっちゃった本格的なやつ、ちなみに昭和55年の10月27日なんですけれども、おぎゃおぎゃと生まれました。はい、さっきも言っとったやないか。あ、なんか緊張してきた。